指揮者の大友直人です。今日は群馬交響楽団の2月の定期演奏会、そして3月の東毛定期のご案内をしようと思います。2月の定期演奏会はもう本当に2月の末の末、2月の28日、土曜日です。午後6時45分から群馬音楽センターで開催されます。この日の指揮者マエストロは、イギリス出身のジョセフ・ウォルフさんという指揮者をお迎えいたします。ジョセフ・ウォルフさんはもうすでに日本のオーケストラにもね、客演を重ねていらっしゃいますけれども、大変評判が良い、指揮者のようです。私はまだ実演に接したことはないのですけれども、お父様が有名な、先年亡くなられたサー・コリン・デイビスという大指揮者の息子さんです。まだ30代半ばか40に差し掛かった頃のジェネレーションなようですけれども、非常にいい経験を積まれているようです。今回の群馬交響楽団の定期演奏会のプログラムは2曲、前半にエルガーのバイオリン協奏曲、そして休憩を挟んでシベリウスの5番のシンフォニーという非常にシンプルなプログラムですが、いずれもまあ大変珍しいといいますか、めったに聴くチャンスのない、まあ、近年はシベリウスのシンフォニーは随分演奏頻度が増えてきていますけれども、それにしてもシベリウスの2番のシンフォニー、1番のシンフォニーなどに比べますと5番のシンフォニーは、それほど頻繁に演奏されていることではないと思います。ことに群馬交響楽団でのシベリウスの5番というのは非常に久しぶりの演奏になります。前半のエルガーのバイオリン協奏曲ですが、ソリストは漆原麻子さん。漆原さんももう日本を本当に代表する中堅ベテランのバイオリニストとして大活躍をなさっています。エルガーのバイオリン協奏曲というのはこれこそ本当に演奏を聴く機会の少ない珍しい作品です。エルガーの魅力にあふれた大変聴き応えのある作品ですが、非常に長い作品で45分から50分近い演奏時間を要する大曲です。珍しいこのエルガーのバイオリン協奏曲を生で実演で聴く機会というのは本当に貴重だと思います。漆原さんとウォルフさんはすでにこの曲で共演をなさっているということで、ウォルフさんからの強いリクエストで、漆原さんソリストに、お願いをして お招きしたという経緯がございますので、ぜひ息の合った2人の演奏でエルガーのバイオリン協奏曲をお楽しみいただきたいと思います。そしてシベリウスの交響曲ですが、先ほど申し上げたように、シベリウスの7曲のシンフォニー、実はクレルボーシンフォニーという1番の前に書かれた大きなシンフォニーがありますが、シンフォニスト、交響曲作家としてのシベリウスの面目躍如といった魅力にあふれる作品です。5番というシンフォニーは私は個人的には2番、1番に次いで非常に耳当たりのいい、聞きやすい作品だと思います。先入観なしにシベリウスの音の世界、シベリウスの音楽の世界に浸ることのできる、素晴らしい名作だと思います。群馬交響楽団がウォルフさんの指揮でどのようなシベリウスを奏でてくれるのか、私自身も大変楽しみにしております。この演奏会は、群馬音楽センターに続いて翌日東毛定期として桐生市の、市民文化会館で、同じプログラムで公演が予定されております。群協の定期としては2月28日の土曜日、午後6時45分開演の群馬音楽センター、そして東毛定期としては翌日の3月1日の午後3時開演で桐生市の市民文化会館ですね。どちらの公演も多くの皆さんのお越しをお待ちしております。